やっさん、なんかクラッチが見当たらないぞ。おはい、こんにちは、トミプロレーシングです。今日も、86以外の車をお勉強しようということなんですね。今日はなんとこれランサーエボリューション10ですね。ランエボ3までしか知らないです、ね、いや私も1,2,3ですかね時代がもう時代、ジェネレーションギャップってやつですね。ちなみに、ね、オーナーさん若いですよ。何歳貢献してません？21歳です。あ、21歳ですか。なんかさ、親子ですよね、ここほぼ親子です。親子です。ほぼ親子です。親子です。21歳が乗るランエボ10。どうなんでしょうか。これちょい年式で言うと2008年。2008年。はい。でも結構前に乗る。そうですね、もうこれ12年ぐらい前、はい、前期型なので。前期、はい。あれ、ちなみに今これって販売してないんですか。なんそうですね、もうファイナルエディションで終わっちゃいました。見ていきますけど、私今スタッドレスタイヤ履いてるので、ああそうですね、スタイヤはワークの20インチ履かせてます。はい、これ何インチ。これ18インチ。18の出た245のスタッドレスです。245のスタッドレス、40のスタッドレスっていう。これ結構するっすよね。こいつ、そうですね、まあ前のオーナーからの引き継ぎだったのであれですけど、多分次はもう国産買えないですね、このサイズは。でかいよな、これはブレーキ、また安さんすごいですよ。またでかいっすね。なんかこれシックスポット、4ポット、4ポットです。ポット、もうこのブレーキ自体が我々のホイールの大きさじゃないですかね。もうそうですね、ローター、ローター18インチでも結構ギリギリですね。ローターで多分、ローター、これあれ社外品、純正で、純正で、はい、純正でこれですかね。純正でもグレードで、そのこれ2ピースタイプなんですけども。あ、2ピースってこれね、はい、ここで分かれるって、はい、すごいっすね。なんかあれすごいな、ブレーキだけですごいっすよね。ほんとそうっすね。これぐらいしないと止まらない。そうですね。これは社外品です。社外品です。これもともと、もともとこれはつけました。あ、つけました。もともと買った時外装ほぼノーマルだったので。あ、そうなんだ。はい、そうですね、グレッティは昔からグレッティですね。楽しそう。まあちょっと後でお届けしましょう。はい、まあさあ、どういうでしょう。重低音ですね。結構好きな音だ。まだなんか触媒とかついてる。触媒つけてます。あ、じゃあもう、はい、問題ないですね。車検もちゃんと、うん、環境にも優しい。優しいですね。という。まさかのカーボン超にしてます。超だ。はい。貼ってますね。そこはちょっと経費削減しましたね。そうですね、はい、なんと2ペダル。そうなんですよ。え、マニュアルじゃないんですよ。失礼いたします。あ、ちょっとかかってくださいヤッサン。なんかクラッチが見当たらないぞ。俺ら知らなすぎなの。知らなすぎですね。知らなすぎ、知らない、知らなすぎ。皆さん、2ペダルなんです。え、マニュアルもあるんですか。マニュアルも出してます。あ、出してんの。10からその SST ってツインクラッチで、あの機械的に変えてますよ、このツインクラッチ SST。 え、なんかツインクラッチ SST トルクコンバーターじゃなくて、ちゃんとクラッチがついてる。あー、はい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 、はい、ミッションがついてる。え、じゃあクラッチ版、機械的に変速させてくれるっていう。じゃあ何、あの今のスズキの5速、え、
あのなんかさ、ちょっとびっくり、F1 みたいな、これそうです、これはい、パドル、パドルシフトパパパパでもできますし、モード選択でまあいろいろいじれる。はあ、なんかちょっとなんかあれですね、ゲームみたいですね。全然ついていけないですね。純正で300キロフルスケール、お、まあ、メーターなんですか。じゃあちょっと純正なんですよ。ああ、純正で300キロスケール、そうですね。あ、本当だ、すごい。300キロっすね。もう我々は未知の世界ですね。ちょっとびっくりですね。ちょっと俺これびっくりだ。180しかメーターついてない。300キロ、ツーペダルですね。これレカロが、レカロも純正、純正、レカロ、はい。え、今何なんですか、これ SR とかじゃないの。何なんですか、 SR3 とかそういうのないの。そういうのではないですね。多いですね。え、何これ、これもロックフォード。これもロックフォード純正オプションで、はあ、ウーハート全部ついてます。やっさ、はい、やっさ、次は後付けですかね、私は。で、ここにモードの選択スイッチがありまして、はい、1個上げてやりますとスポーツモードになって、要は引っ張るようになるんですよ。いや、もうすごい高い回転数の状態で固定されるような形になりまして、さらにもう一個上あるんですけども、それはその止まった状態でないと入れられない、要はもうサーキットような感じのモードがあります。今の状態でもあれだな、パドルシフトできるってこと。はい、パドルシフトでも自分で好きなタイミングで変えられます。あ、入ったの。あ、もう入ったの。はい、3秒長押しで。そうするとそれはもうパドルじゃないとダメだってこと。これもオートマでさらにもっと引っ張るようになるんですよ。おちょっとすごい高い回転数で維持しちゃうので、もううるさくてしょうがないっていう。おお早いな。さすが、なんかで勝手にブリッピングもしてくれるんですよ。回転忘れてけんだ。はあ、お願いします。動画で伝わんないですけど、めっちゃいい匂いしますけど。そうですね、やっぱこれは若い方の車っていう感じでしょ。もちろんね。カレー臭とか、カレー臭とかないですよね。ほんと我々のカレー臭とかね、カレー臭しても昭和の匂いが。これはちょっとあれじゃない、ヤスさん知ってました、ツーペダルなんて。いや知らない、俺だけ。いや、なんかね、でもこれ10年前だよ、だってもうね。いや、そうですね、もう10年以上前10年前にこんな、こういうのあるんですよ。いかにあの我々が衰退してるか。今まさにカーボ裏は FRP ですけども、ちょっと飛んでいきそうです、ね。飛んできそうなんで、持ってるんですか。え、4G63。そうです。あ、マイベックってなってます。4G63は変わんないんだ。変わんないんだ。ただそれあれ違う、あれ。4G63って、あ、違う、変わったはずですね。変わった。すいません、エンジンの名称までちょっと思い出せないですけども。ああ、そうか。あれなんかその辺に高所コンレントは。ああ、運転席が。ドアのところ。あ、いやいやいや。うん。あとでググンから4B11 です。 4B11 じゃあ違うのか。すいません、ちょっと素朴な質問してよろしいでしょうか。はい、これバッテリーどこにあるんですか。バッテリーはリアのトランクに、ウォッシャータンクとリアのトランクに積んで重量配分を考えてるみたいです。すいません、もう バッテリーはもう前にあるもんだっつー。いや、でも安さん、はい、R33 の時もトランクだった。あ、そうなんすね。それはさすがトミプロさん、アプラス、間違ったらごめんなさい。間違ったらとコメントが出るだけだ。あ、そうですね。安さんどうですか、今日も。いや、勉強になりましたね。ランエボの天然
天ランエボ天の動画でした。そうですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Oh.